せーの、やってやろう、孫さんでエーション、無事今日の企画なんですけど、はい、あのね、昨日だか一昨日だかに、はい、あのヒカキンとはじめしゃちょーが斉藤さんでね、はい、トップ YouTuber で、あの本人が直接電話するみたいな企画をやってて、はいはいはい、まあ俺ら電話 YouTuber だけど、俺らもちょっと斉藤さんやりたいなと、挑戦ですねこれ、挑戦まあ、だけど、はい、スロースターターはさすがにちょっとわからんやん。そうですね、ただ俺のちょっと強みがあるの、わかる。もうだって東海オンエアのね、新東海オンエアのっていうあれで出てるわけやん。そうだ、東海オンエアの視聴者さんだ、視聴者さんだったら、まあ、分かるんじゃないかなみたいな感じで、まあそのね、まあ、絶対いけると思うんですよ。どうする、これどこまでのあれにする？新東海 A ちゃんまでは分かったとしても、いや実際それクリアじゃないですか。そこまでしてたら、そこまでクリアする、そこまでしてたらもうクリアじゃないですかね。ありがとうございます。いきますよ、せーの、レッツスタート、スロースターター。じゃあ今からじゃあ斉藤さんね、これアプリ開いて、で一応ね、あの俺の名前を底辺 YouTuber にしたの。はいはいはい。で、あの YouTuber 好きな人とあのこう話したいみたいな。ああ、はいはい、うん、じゃあ早速やっていきますかね。ちょっと緊張するけど、切れちゃいました。もう一回切れちゃいました。もしもし、切れちゃいました。来い。ダメだ。ダメだね。もしもし、でもこれコールスルー押さないといけない。そう、めっちゃ切られるやん。おい、早いってまだ。おい、あー、残ってあります。もしもーし、もしもーし、ローディングしてる、これ繋がるのかな。もしもーし、こんにちは、こんにちは。男ですよ。ちょっとね、やめて。こんにちは、もしもーし、え、もう大丈夫ですか？次は行く？お、20代男、ダメかよ。もしもーし、こんにちは、すいませんでした。すいませんでした。はやと、はやと、はやと出ろ。もしもーし、もしもし、こんにちはです。どうも。あの、プロフィールとか見ましたか？はい、見ました。本当ですか？僕ら底辺 YouTuber やってるんですけど、はい、あの、とある企画をやってまして、はい、あの、僕らのことを知ってるかなっていう検証動画撮ってるんですけど、あ、はい、あの、好きな YouTuber とかいますか？好きな YouTuber、 うん、あ、好きな、最近見てる YouTuber じゃないですか？そうですね、え、最近でもそうです、東海オンエア。おー、いいね、いいね、東海オンエア。そうなんですか。はい、東海、僕ら東海オンエアと同じ地元で YouTube やってるんですよ。あ、そうなんですか。はい、岡崎で、岡崎で、はい、東海オンエアの動画で、はい、あの、じゃんけんで、あの、新東海オンエアっていう企画見ました？あ、なんか、はい、ありました。あ、あの、それの A ちゃんが僕です。あ、そうなんですか。そうそうそう、知ってる？ A ちゃん大丈夫。金髪の人ですね。よかったよかった。あ、本当ですか？
ご存知だったんですね。今その A ちゃんが今あのスロースターターっていうね、あの YouTube の名前で今動画撮ってて、はい、やっぱ底辺 YouTuber なんで僕たちの名前は知らないですよね。あ、今は知らないです。そうですよね。だけど東海オンエアだったらその新東海に出てるから、もしかしたら分かる人いるんじゃないかなっていう検証動画なんですよ。ああ、これこのまま動画使っちゃって大丈夫ですか。あ、いいですよ。 ありがとうございます。ありがとうございます。一組目に何て名前でやるんですか。スロースターターっていう名前で。ああ、多分これだと思う。見つけました。ああ、ありがとうございます。またよかったら見てこ。ありがとうございます。ありがとうございます。またよかったらね、あのコメントとかしてくれたらもうすぐ返しますんで。まだ駆け出しですけど、これから頑張っていくので。お願いします。また動画拝見していきます。ありがとうございました。じゃあまた。はい、お願いします。失礼します。失礼します。はい。早かった早かったっすね。だけどなんかあの圧倒的に電話が繋がらない。繋がらないです。めちゃくちゃ切られるっすね。あとなんかちょっと下ネタ系の名前が圧倒的に多すぎて。そうですね。なんだろうね、だから世の男たちは。そうなんか、ね、スロースターター。だから意外となんかすごいラーメンさんが捕まったね。よかったっすね。うん、よかった。やっぱり東海オンエア出たのがやっぱ強いね、はい、強みですね。もう一組ぐらいいっちゃう。行っちゃいますか。もう一組ぐらい行っちゃうか。全然行けちゃいますね。もう一組ぐらい登録稼ぎですよ。それよろしくない。じゃあ行きますよ。あ、くそ。ゆうし、もしもーし、もしもーし。あ、あのプロフィールご覧になりましたか。はい。あの僕らあの底辺 YouTuber なんですけど、はい、あのとある検証をしてまして、はい、まあ僕らのことを知ってるかなっていう企画なんですけど、はい、あの好きな YouTuber とかいますか。いっぱいいますよ。あ、そうなんですか。はい。例えばどんどんじゃんじゃん上げてくれれば。じゃんじゃんですか。はい。これこれさん。ああ、これこれさん、はい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 。あとはオルダナチャンネル。ああ、オルダナさんもいるんですね。ね、はい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 。一緒です一緒です。あとはそれぐらいですかね。ああ、そうなんだ。いっぱいいますよ。いっぱいいますよ。それぐらいですか。とか見ないですか。東海オンエアは見ます。あ、見る。あ、そうなんですか。最近見ました。最近はまあちょいちょいですね。ああ、そうなんですね。あの東海オンエアの企画で、はい、多分ちょうど1年前ぐらいなんですけど、はい、あの新東海オンエアっていう、あのじゃんけんで勝った人が真の東海オンエアだっていう企画見ました。あの6人ぐらいで映ってる。そうです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 。合体みたいな。見ました。多分見たと思います、ね、じゃんけん大会みたいなのをやってたと思うんですけど、はい、で全然知らない、ね、素人の人間が東海オンエアとして1回だけ動画出たっていう。はいはいはい。その時にあの A ちゃんっていう人いたんですけど、知ってます。 A ちゃんさん。はい。ちょっと存じ上げないです。ああ、そうなんだ。金髪の人なんですけど、はい、金髪の黄色おじさんが多分映ってたと思うんですけど、一応僕がその新東海オンエアの動画に出た A ちゃんっていう人間なんですよ。で今検証してて、で僕らのこと知ってるかなと思って。でもちょっと、でもちょっと惜しかったね。惜しかったっす。惜しかったっす。あのスロースターターっていう名前で YouTube やってるんで。あ、スロースターターさんですね。はい、そう、今はそういう名前で活動してるんで、はい、東海オンエアと同じ岡崎で活動してます。そうなんですね。はい、でも駆け出しです。おー、頑張ってください。頑張ります。よかった。これこの、まあ、動画使っちゃっていいですか。あ、大丈夫です。はい、ありがとうございます。あのまた近々出るんで、よかったらチャンネル登録して見てください。あ、わかりました。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。失礼します。失礼します。
や、いい線いってたっすね。いい線マジでいい線いめちゃくちゃ感じの良かった人でした。いい人たちもいっぱいいや、一人ぐらい知ってる人がもしもーし。もしもーし。あの、はい、プロフィール見ました？え、YouTuber の方なんですか？あ、もう本当に駆け出しの YouTuber なんですけど、うん、あの、とある検証動画を撮ってまして今、うん、僕らのことを知ってるかなっていう動画を撮ってるんですけど、うん、あの、好きな YouTuber さんとかいますか？どういう系統の？どういう系統？まあ、なんで、まあ、有名、まあ、なんでもっすね。コレコレさんとか。ああ、やっぱコレコレさん、まあ、コレコレさん見るね、やっぱ。なんか、コレコレさんっていう方が多くて、今日この企画をやってて。あと、あと、有名どころだと何、なんか、好きな、います？あー、そうなんですね。ちなみに東海オンエアとかって知ってますか？東海オンエア知ってます。あ、本当ですか？あと、あ、いいよ、全然。東海オンエアの動画見ます？いや、あんまり見てない。あんまり見てないんだ。あの、一応僕ら、あの、東海オンエアの1年ぐらい前の企画に、そう、1年ぐらい前の企画に新東海オンエアっていう企画があって、そこに出たんですけど、見てないですかね？あ、じゃあ今度検索して見てみます。はい、その動画に出たあの金髪のあの黄色いおじさんがいるんですけど、うん、その人と僕が今あの YouTube をやってまして、岡崎で東海オンエアと同じ地元の、うんうんうん、で、スロースターターっていう YouTube をの名前でやってるんで。名前もう一回動画出してもいいですか？あ、スロースターターって言います。え、スロースターター？スロースターターですね。遅いスタートっていう。お、オッケーです。スロースターターっていうので検索すれば僕らのチャンネルが出るんで、駆け出し、はい、ありがとうございます。駆け出しなんで、これからちょっともっと頑張っていきます。頑張ってください。ありがとうございます。ちなみにこれって動画に使っちゃまずいですか？あ、全然大丈夫です。あ、ありがとうございます。すいません、失礼します。失礼します。はい。不思議な人でしたね。これ本物ですか？スロースターター。あとラストぐらい。ラストぐらい、まだいける？あと3分。あと3分。あと3分。いける？もしもし。嬉しいよね。俺のね、ここまで画面とか俺全く見えてない。もしもし。もしもし。すいませんでした。スロースターター。まあ、ということで、まあ、一応検証してきたんですけど、はい、まあ一応でも一組はね、分かる人いましたね。そう、一人は知っててくれたから、はい、それはもうすごいいいことだね、はい、チャンネルの登録もしてくれるということでね、はい、ありがたい。まあね、ここからね、何年かやった後にね、はい、あのスロースターター知ってるっていうね、こう動画も撮っていきたいなって、はい、マジでもっと頑張って有名にならないと。頑張りますね。頑張れ、頑張りましょう。頑張れ、あと10年ぐらい。
分死ぬって思う。生きとる生きとる。結構50過ぎとる。やばいっす。結構エグいよ。エグいっすか。まあね、これ面白かったかどうか分かんないですけど、まあとりあえず検証動画ということで、本日の動画はこれで終わります。この動画が良かったと思った人はチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。ルールについてインスタグラムが載ってるんで、フォローよろしくお願いします。それでは皆さん、さようなら。バイバーイ。涙がこぼれないように追い出す夏の日、一人ぼっちの夜。